来たと。我々の日常っていうのはこういった、救急車で呼ばれて、気座呼吸でもう送還するしかねえと。鎮静して、気管送還して、ICU で人工呼吸器管理なんですけど、もう本当に、ECMO 回して、IBP つけて、集中治療室で透析も回しながらなんて患者さんがいっぱいいて、ICU から離れられないんですよね。で、当時の日常と言いますと、朝の ICU で心月と循環器の先輩方に、報告するんですけど、昨夜入院した排水士の一人目ですと。鎮静気管送還して人工呼吸中ですと。で、まだ真っ白なので、水が引けたら一週間ぐらいかな、抜管するつもりですと。まあ、こんなプレゼンをするんです。水が引けたらというのは大体一週間ぐらい。この人は少なくとも一週間以上 ICU に滞在すると。で、長くなりますから、翌日朝には、カテ室に行くの面倒なんで、ICU で、スワンガンツカテーテル、右心系のカテーテルを局所麻酔で挿入して、このフォレスター分類といって、アウトプットが落ちてる人なのか、うっ血がどのぐらいの人なのかといったウェッジ圧とか、カーディアックインデックスを測定して、カテクラミンを増やすか、ラシックスをこれはちょっと朝晩でやるか持続でやるかみたいなカンファをすると。ところが、心不全パンデミックなんですよね。お年寄りが増えてきて、そういった排水症の患者がどんどん増えてくると、これは我々、治療が間に合わないぞといった時期に、そして、DPC という制度が導入されて、心不全患者であっても、どんどん短期入院で警戒退院させないといけないと。リハビリ頑張ったって ICU 在院っていうか、ICU 期間が長ければ、これはなかなか入院期間も長くなってしまって、どうしたらいいんだというところに、第2の救世主。これは、バイパップなんですね。陽圧換気、非侵襲。要は気管挿管せずとも、陽圧換気を、マスクを当てて陽圧換気を自動的に与えることで肺を膨らまして。これが、排水腫の本体は分布異常であって、手足の血管が縮んじゃって、中心静脈に血液が戻ってきてしまって、それが鬱血をきたしてといった病態なんですけども、陽圧換気、環境を作ることで、中心静脈に血液が戻ってくるのを、ちょっとゆっくりにすると、遅らせることができると。排水腫の改善。気管挿管せずとも、鎮静をかけずとも、心不全の改善が図れる。ICU カンファは全く別のものになりました。昨日の ICU 入院の方です。CS1 の排水腫でした。ニトログリセリン舌下、そして陽圧換気を救急外来から装着してたら、朝にはもう警戒してたので、もう一般病棟で末梢点滴でリハビリを始めれます。これが劇的な排水腫治療のビフォーアフターなんですよね。このバイパップが一般的になってから。で、うちの病院、北市民病院に赴任してきましたら、このバイパップがなかったんですよね。当時、うちの病院に備えてなくてどうしようかなと、はたと考えたんですが、在宅の患者さんに使われる ASV、あるいは NPPV といった、こういったポータブルの機械、こういうやつですね。こういう機械を救急外来で装着しても、実は20分程度で、気座呼吸で、チアノーゼで、冷や汗びっしょりで意識朦朧としてきた患者さんが、陽圧換気をしてあげるだけで20分程度で酸素化が良くなって症状が緩和されて、気管挿管を回避できるということが分かりました。もちろん今はこのバイパップの機械揃えてもらって、頻用してますけども、それぐらい、この陽圧換気、非侵襲的な気管挿管せずとも、陽圧換気ができるようになったという心不全新治療が、この我々の急性期心不全診療を劇的に変えてくれたと。で、これを、今では、この最直近のガイドラインでは、循環器内科医がこの超急性期の陽圧換気を提供するというのは当たり前なんですけど、さらに言うと、救急外来で、循環器病棟 ICU に入ってからではなくて、救急外来からより早期に導入した方がいいですよと。なんならうちの病院は、呼吸困難で来ても最初に見るのは私以外の医者のことがほとんどですから、外科医であっても整形外科医であっても、私が到着する前からこの心不全と診断がついたら、陽圧換気をしてくれる環境を配備しました。
そうすると、私が到着するのは30分後だったんですけど、肺水腫でいらした患者さんを、非循環器専門医が陽圧換気で何とかしてくれて、で、私到着してから、これはちょっと別患者さんなんですけど、バッテリーを、バッテリーを積んだ、これ在宅用の機械なので、コンセント抜くと機械、陽圧止まっちゃうんですけど、酸素も止まっちゃうんですけど、バッテリーを用意して、そうすると集中治療室、CT 室であったり、病室、救急外来、あるいは搬送中もこの機械を使えるんですよね。これによって、マスク外すと持ち物になっちゃうような重症の肺水腫の患者さんを大学に無事送り届けることができたりといった、フローができてきたと。このスピード感、これガイドラインにこの